加原朋美が8月末で、所属のプロダクション荻から契約解除されていたことが判明した。荻プロが発表した文書では、契約解除は双方合意とされていたものの、実質的にはクビに等しいスポーツ記者状況だという。加原は、すでにフリー宣言をし、先頃から希望していたという、本当にやりたかったことを始めつつあるようだが、2007年、荻プロ関係者と音信不通になり、一度クビになっている加原。12年に同プロに出戻り、芸能界復帰を果たしているが、この度またしても、たもとを分かつことになった。先日、フライデー、講談社で報じられた、愛息のベビーシッターをめぐる高嶋ちさ子とのトラブルは、今回のクビには、直接関係していないそう。加原は、契約解除の発表前から、新たなツイッターアカウントを開設し、フリー転身を宣言して、子供の写真をアップするなど、事務所とのトラブルなどどこ吹く風といった態度を見せていました。同、今回、ツイッターを新設した加原だが、過去に別のアカウントを持っていたものの、荻プロから、その使用に待ったがかけられ、削除に至ったことがある。18年7月、加原はフライデーで、上場企業会長との不倫疑惑を報じられているのですが、その直後、今日限りで、インスタとツイッターやめます。皆さんのコメント嬉しかったです。今までありがとうございました。と、SNS の終了を宣言。この真相については、本人自ら、女性自身、公文書で明かしています。週刊誌記者、同記事によると、加原が、元彼である小室哲哉のアルバム発売のニュースに対し、ツイッターで、私も買いますと投稿したことが、ネットニュースなどで取り上げられたのをきっかけに、事務所がアカウントを管理することになったそう。加原は、事務所に信用されていないと感じ、SNS をやめたという。しかし、本人は、SNS ができないことに、かなり不満を抱いていたそう。この頃から、荻プロとの間に亀裂が生じ始め、徐々に、事務所サイドと、ほぼ連絡が取れない状況に陥っていったということです。同、加原が、自由に SNS を更新したかった理由は、ママタレとしての活動を希望していたからだという。確かに、ママタレにとって、SNS は大きな武器。ファンを獲得するために、日常的に、子育ての様子をアップすることはマストと言えるでしょう。しかし、加原の場合、父親が明らかになっていない状況でのママタレ活動に、事務所が前向きになるはずがない。そこに、私生活でのトラブルも重なったとあって、荻プロはサジを投げてしまったのでしょう。同、加原は、ここ最近、ツイッターで、赤ちゃんや子育てなどのハッシュタグを添え、子供の写真をアップし、また、本人は、バラエティ番組への出演も希望している。晴れて、フリーのママタレへの道を歩み始めた加原だが、果たして、その活動は順調に行くのだろうか ?13 年に、兄の下川原忠道さんが、24時間テレビ、愛は地球を救う、日本テレビ系に出演し、当時の加原の惨状を、こうはしていた。精神が不安定になり、その頃には、もう、お薬もたくさん服用するようになった。ふらふらと、下着一枚で道路出て行ってしまうことも、ラムネを食べるように、ボリボリと薬物を服用してしまう。そして、99年、加原はプロダクションを機に移籍したが、度重なる騒動で07年に契約解除に。そこから、中道さんら兄弟は、薬抜きのため閉鎖病棟へ隔離したというが、入院しても、退院直後に薬物を服用し、これを2から3回繰り返したようだ。12年に歌手活動を再開すると、古巣のプロダクション荻と再契約。同年の12月、2012FNS 歌謡祭に生出演し、I am Proud を歌唱し、5年半ぶりに復帰を果たした。散々世間を騒がせた挙句再び拾ってもらった荻プロの荻会長は恩人と言えるでしょう。しかし、再び問題行動を起こしたようで、事務所も、ついに愛想を尽かし、8月末で契約解除となりました。大手事務所という後ろ盾がなくなったので、今まで止められていたようなスキャンダルも、これからどんどん出てくる可能性があります。事務所関係者。加原のスキャンダルといえば、18年7月のフライデーによって、飯田 GHD 森和彦会長75との不倫疑惑が報じられた。
その翌年8月、45歳での高齢出産した。お騒がせ女王のカハラは、ついに恩人にも見放され、フリーとなった。虎視眈々とカハラに関するスクープを狙っている媒体があるというから、今後何が飛び出すかわからない。主なトラブル、98年12月、約5年間交際していた音楽プロデューサー、小室哲哉と破局。99年1月、自宅で、料理中にガス中毒になり緊急入院。自殺未遂か、と騒動に。99年5月、復帰会見するも、数日後に、自宅マンションのロビーで倒れているところを発見され、病院に救急搬送される。99年6月、御殿場の乗馬クラブで2度目の復帰会見。00年、100% の自分を取り戻すと、無期限の休養を宣言し、カナダで薬物依存克服のカウンセリングを受ける。01年、カナダから帰国。その後も、体調不良を理由に仕事キャンセルが多発。07年1月、3度目の休養。07年6月、復帰するも、仕事のキャンセルや薬物依存を理由に、所属事務所が専属契約解除を発表。事実上の解雇。09年1月、精神安定剤の大量摂取で、都内の病院に搬送。10年8月、深夜の新宿で、意識が朦朧としている姿を発見され、病院に搬送。1月まで6年間交際していた男性から DV を受けていたと本誌に告白。12年12月1日、所属事務所プロダクション小木と再契約。12月5日に FNS 歌謡祭に生出演し、07年以来、5年ぶりに芸能界復帰。代表曲 I.M. プラウドを熱唱し、涙を見せた。16年10月31日、レギュラー出演する日本テレビ系 BON。出演をキャンセル。予定していたイベント出演も相次いで取りやめ、11月5日に急性ストレス反応と診断されたことを公表し、入院。12月5日に同番組で復帰。19年8月下旬、45歳で第一子男児を出産。お相手は、外資系企業に勤める一般人男性だが、未入籍でママに。19年12月16日、都内のホテルで、恒例のクリスマスディナーショー。出産後、ファンの前に姿を見せるのは初めて。20年2月9日、都内でイベントに登場。芸能界は、山あり谷あり、今は幸せいっぱいです。と、笑顔で語る。歌手のカハラ朋美、46、が、所属事務所、プロダクション沖を、先月31日付で退社していたことが14日、分かった。同社が、報道各社に、文書で、専属契約の解除を発表した。所属レコード会社のユニバーサルミュージックとの契約も終了した。本人からの申し入れもあり、双方、合意の上、解約したと説明。カハラは、薬物の過剰摂取などの問題で、同社を07年に解雇されており、今回が、2度目の契約解除となった。
Yeah.